はい、毎度フジモンです。本日は投了最後の段階デッドニングをやっていこうかなと思います。でね、まあいろいろ考えたんですけど、まあ、今回テーマがね、オーディオやるにあたってのテーマが手軽っていうことで言ってましたんで、まあ値段的にも手軽、作業的にも手軽っていうことを考えて、ドア全体でのデッドニングっていうのはちょっと今回はやめておこうかなと思います。本来ね、やっぱりデッドニングってドアのサービスホールを塞いでドアを、まあ、スピーカーボックス化することによって、まあ、低音の響きだとかを良くしてですね、音質向上を狙うという技なんですけれども、まあ、それだけじゃなくてね、最近の車だと、まあ、ドアのサービスホールの穴自体が結構もう塞がれてる車も多いですし、特にねアルトのように、まあ、この薄さのドアなんかであれば、まあまあね、そのドア全体をスピーカーボックスに見立てるっていうのにもちょっとね、その容量的なものとかいろいろ考えてもちょっと違うかなというところもあって、まあ手軽にっていうことをキーワードにしたときに、まあ、スピーカー周りだけのデッドニングをやろうかなと思います。でちょっと以前の動画でね、まあここのドアの鉄板にひっつけたときと離したときとで音変わりますよっていう、まあそんな、まあ、試しちょこっと部分的にやってるんですけど、まあ、スピーカーってこう前後運動で、まあ、前に出て動いてる、前にこう出てきてる音っていうのが本来聞くべき音で、まあ、それと同じ動きで後ろにも動きますんで、後ろからも音が出てしまってるんですね。でまあここに鉄板があってスピーカーがあって、前に出る音をきちんと聞ければいいんですけれども、後ろからも音が出ちゃってるんで、まあ回り込み、音の回り込みによってその打ち消し合いが起きてですね、でまあきちっとした音に聞こえないと。でそれをこのドアの鉄板のところにひっつけてやることによって、まあ、鉄板がねこの回り込みをある程度阻止してくれるんで、まあ、そこの部分で前に出てくる音をきちっと聞けるということで音が変わったりという現象が起きてるんですよ。なんで今回やるのはスピーカーの周りまずビビリをなくすということで精神剤で部分的に補強して、スピーカー背面に音を吸収する、後ろに出てる音を吸収するっていう意味で背面に吸音剤を貼っつけていくというこの2つの、まあ、施工をですねやることによって音が良くなるんじゃないかなということでやろうと思います。でね、まあ、アルトの特徴といえばやっぱりもう軽さじゃないですか。600数十キロっていう軽さで、まあ、遊ぶっていう部分があると思うんですけども、まあね、ともすれば皆さん馬力上げるのに1馬力1万円とか1馬力数万円、一つの馬力1馬力を上げるのにまあ数万円かけてやるわけですけども、デッドニングするとね、だいたいフルのこのサービスホール埋めるデッドニングするとまあ、2. 何キロ重量増しになります。デッドニングキットね、8000円とかするんですね。まあ1万円とかするんですね。1万円出して2キロ1馬力上げるのに何万円もかけて馬力アップしてるっていうことを考えるとね、すごく効率悪いんですね。それで間を取って、今回はちょっと目標、重量的な目標で 500g、まあもうペットボトル1本、まあドリンクホルダーにペットボトル1本置いてたらそれぐらいになっちゃうんで、まあ、それぐらい以下でやろうかなというふうに思います。でですね、今回ちょっと用意したのがですね、こちらちょっとでっかめの防音でも吸音でも使えるようなスポンジのシートですね。これと
ポイント的に使う精神剤、まあ、これ手持ちの持ってた分ですね。1袋10枚入ってます、うん、20枚で乗っけてみます。まあ、袋の重量とかも入ってるんで490弱ですね、あると思います。でこれを使って、まあ、スピーカー周りのポイント的な、精神ですね、するとこれを使ってスピーカー背面の吸音やろうと思います。はい、今ねちょっとここドアの内張りを外してみました。デッドニングするときね、やっぱりもうこのドアの内張りを外すんですけれども、外すときにですね、窓ガラスをね上まで上げておいてください。ドア鉄板の、まあ、こっち側を、まあ、インナー側で、この奥のね、この奥の中の鉄板、こっちをアウター側って一般的に言いますけど、アウター側に、吸音とか貼り付けるんで、ドアの窓ガラスですね、これは絶対に上に上げておかないと作業できませんので、ドアの窓ガラスは上げておいてください。作業するときになんですけどね、まあフルデッドニングするときだとこういうサービスホールとかこういう小穴とかも塞いでいくんですけど、このね内張りの穴、この内張りの穴は塞いでしまわないように注意してくださいね。まあ、今回はそのスピーカー周りのデッドニングっていうことで、まあスピーカーのね、これマウント樹脂なんですけど、それを止め、ビビらないようにしていく感じなんで、そんなに穴塞ぐことないんですけど、こういう穴はいいんですけど、これね、ちょっとかなきゃいけない。ここ内張りのピンが刺さってた穴ね、こういうのは取っとってください。で、前の時も言ったんですけど、こういう感じで、ドアの内張りピンが残ってる場合あるんで、こういうのは取って内張り側に戻しておきましょう。はい、スピーカー外しました。こんな感じで。見えてます。でそこにねこれを貼っていくわけなんですけど、今回はなんかブチルの上からスポンジが乗ってるようなこういうタイプを、まあ、手持ちで持ってたんでこれを使うことにします。あ、ネット通販とかでね結構見たらデトニングの部材結構出てますんで、いろいろ参考にしていただいて、スピーカー背面用のまあ、吸音材とかいろいろ出てますんでね、そういったものを使ったらいいんじゃないかなと思います。でこれをですね、ここに貼っつけるんですけど、まあ、適当な大きさにちょっとカットして、これだと、まあ、20センチ角ぐらいですかねぐらいにカットして、貼っつけていきます。一応ね、貼り付ける前にこの後ろをね言っときましょう。この後ろから入れにくい時はこういう感じで折りたたんで入れてから奥で伸ばす。だいたい1決め、だいたい1決めしてめくって剥がす。はい、分かりますかね、こんな感じで貼りました。でね、中見てもらったらね、こういうサイドインパクトビームっていうね、まあ、ドアのその補強っすよね、
が入ってる横にねこう通ってるような、ものがあるんですけど、この上に貼っちゃうとねちょっと凸凹するんで、まあ、上貼ってもらってもいいんですけど、まあ、できたらね剥がしてる方がいいかなと思います。この下の方ねどうしても雨水が入るんで、溜まってくるとなんで下いっぱいまで貼らない方がいいと思います。これぐらいでねスピーカー張り目にくるような感じで貼りました。大きさ的に残ってるんで、この中で反響してる音を消そうと思えばこっから近いところこの辺とかに貼ってもいいと思います。この音ですね、この辺とかに貼っつけてもいいと思います。はい、スピーカーを、背面に吸音貼ってスピーカーを戻しました。で今からこの制振の方やっていこうかなと思うんですけど、まあね、20枚今回用意したんで、片面10枚貼れるんですけど、スピーカー周りにこう10枚貼るっていうのもちょっとどうかなと思うんで、スピーカー周りに5枚ぐらいですかね、この星型みたいな感じで貼っていって、あとはね、振動が大きいところっていうのを中心に、まあ、ドアの方に貼っていこうかなと思います。で振動が大きいところどうやって見分けんねんっていう話なんですけど、まあ、音出ししてね、音出しをしてで手を当ててみるんですよ。こんな感じで手当ててるとどこが一番揺れてるかっていうのが分かるんで、こういう形でやるとかですね、あとちょっと手じゃ感覚わからんわっていう人はですね、こういうので、当ててやるとか。こんな感じでね、ちょっとカーン、ものとか工具とかそういうので当ててやると振動よくわかるんで、音が出てですね、振動してるような箇所を中心に貼っていきます。こうやって貼り付けていった時にもう部分的に重なっても OK なんですけど、十分にねこうやって圧着しておかないとやっぱり制振効果っていうのがね発揮できないんで、貼る前にねさっきの吸音材貼った時と同じように軽くね貼り付け面を拭いておくっていうのも重要です。感じでね、貼っていって、何枚か貼っていってね、で戻していきたいと思います。はい、ちょっと今フェダーバランス、デッドニングをね運転席の方だけ簡単にしてみました。なんで左右で違いが出るかちょっとやってみたいと思います。
はい、どんな感じに聞こえましたでしょうかね。そうですね、まあ、簡単にしかデッドニングやってないんで、まあ、そこまでむちゃくちゃ分かる効果っていうところでは、まあ、あの聞く人によっては微妙なのかもしれないんですけど、まあ、自分自身やったからプラシーボじゃないですけど感じれることは全然あって、でやっぱり背面にスピーカー背面に吸音置いた方が音が締まった感じはしますね。で、ツイーターをつけてやっぱり、まあ、とはいえね、純正スピーカー改造して低音を強くするように、まあ改造したんですけど、とはいえやっぱり高音も出てるんで、ツイーターがつくことによってちょっとその高音の雑味っていうのも正直あったのはあったんですけど、それがだいぶ和らいだ感じがします。まあ本当に背面に、吸音材貼って周りに、ポイント精神剤的なものを10枚ぐらいかな貼ったぐらいなんですけども、まあそれでもまあちょっとここでね聞いていただいて、体感できたかどうかは分かんないんですけども、まあ実際に生で聞いた感じでは、まあそういうね、違いは感じ取ることができました。まあそれで部材もね、まあ結果幾分か余ったんで、まあペットボトル1本の 500g っていうのを目標にしてましたけども、それ以下では済んでると思います。はい、なので、まあ、ちょっとした作業で、多分スピーカーの後ろの吸音が効いてるんだと思うんですけども、そういったことで、結構音質改善できると思いますので、皆さんもねよかったら、専用の部材とかじゃなくてもひょっとしたらホームセンターで売ってるようなものとか100均のなんかスポンジテープとかそんなのでも効果は出るかもしれないですし、まあいろいろ試してみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画は以上となります。はい、ということで、まあオーディオね、これで、まあ一通り考えていたことはやったんで、この辺にしとこうかなと思うんですけども、また他にね何か、こんなんやってみてはどうですかとかっていうようなこともありましたら、コメントの方とかですね、感想の方とかのコメントの方とかでいただけたら、いただければ、ちょっとね参考にいろいろ試していきたいなと思いますんで、コメントとかね高評価も待っております。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。じゃあまた。